やっぱり山とカップヌードルは相性いいです。いただきます。ハイプロテイン謎肉、はい、入ってますからね。入ってます。美味しい。日清すごいな。うん。せーので。せーの。一番うまい食べ方は外だ。新企画山飯紹介のコーナ ー。すいません本日紹介するのはこちらです。カップヌードルプロ出たんですよ。出ましたね、カップヌードルプロ。はい、おいという感じで、今回昼ご飯で食べたのはカップヌードルプロですね。日清食品さんのものになるんですけれども、新しく出たんですよ。皆さんもう召し上がりましたか？糖質半分、高タンパクパク、高タンパク質、美味しさそのまま、超ハッピーですという CM ありますよね。あれです。実際美味しかったですね。で、エネルギー源になるもの、糖質も必要になると思いますので、さつまいもチップスですとか、後半で出てくるアルファ米のちょい足しで保管していたりします。そんなお話をさせていただく動画になります。食べていきましょうか。はい、ハイプロテイン謎肉入り。タンパク質 15g、 糖質 50% オフ、美味しさそのままってことで、すごい、はい、こんな感じ。結構山行く人食べますもんね。山行く人食べますね。カップヌードルやっぱいいっすね、うん、僕も大体日帰りやと買っちゃいます。今日清食品さんにお願いしたいのはこれのリフィル、カップヌードルプロのリフィルをいち早く出していただけると。そうです、ね、我々山の民としては、はい、ロングトレイル民としてはありがたいですね。ストーブを使わずにあったかいお湯をこういったサーモスですとかアルパインサーモボトルに入れてこういくことで行動が早いっていうところですね。そうですね、全然ちゃいますよね。全然ちゃう、うん、軽量で丈夫な保冷保温ボトルというのはアウトドアにおいて最重要アイテムの一つと言っても過言ではないアイテムになります。そんなお話をこのサムネイルの動画でお話ししていますので、どうぞこちらもご覧ください。でリフィルを使うことができたらゴミが少ないんですよね、うん、連泊とかね。このカップがやっぱりちょっとかさばってくるから、うん、で自分は後でこれ食べます。どうですか？これはモンベルのアルファ米なんですけど、やっぱりカップヌードル食べた後気になるのが残り汁どうするかっていうところで、こういうアルファ米をその食べ終わった後のスープに入れて食べる。リゾット的に。そう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 、まあ、はいはい、ちょっと硬いですけども、そうそう、しばらく待てば全然いけるのと、はいはいはい、まあ、もしこうチタンカップとかこういうのであれば、うんうん、沸かし直しすれば、はいはいはい、まあ、鍋の雑炊みたいな感じで。そうかも、つゆごと沸かし直ししちゃうこともできますね。そうです、もう全部取り入れる、うん、もう食べられるものは全て体内に取り入れるというのが良いかなと思います、はい、時間待ちたいと思います。ドキ飛ばし何分経ちましたか？3分ぐらい。熱湯3分ですか、ね、3分ですね、はい、3分経ちました。はい、あげます。じゃあ、おー、ハイプロテイン謎肉、はい、入ってますからね。入ってます。ちょっと召し上がってみてください。はい、いただきます。チタンスポークで、はい。あ、でも匂いとかはいつものやつとあんま変わんないですね。美味しさそのままってことですかね。はい、いただきます。はい、うまっ、うまい、うまっ、なにこれ、やまっ、やばいっすね。美味しいっす、美味しい、めちゃくちゃ美味しい。やっぱり、やっぱり美味しい。やっぱ口の中の世界が、いや、ちょっと僕も、僕も食べますよ。美味しい。さっきのお札解きの優しさから一気にこの、なるほど、フルパンチ力いいな。でも山で食うカップラーメンってほんとうまいもん。ほんまにそう、山生まれですからね、カップヌードル、ね、あの浅間山荘事件、はいはいはい、あの時に有名だったんです、ね、あ、そうなんですね。いただきます。はい、これがハイプロテイン謎肉です。あ、映らないか。ハイプロテイン謎肉、こいつが、うん、あ、うめえ、美味しい、うまい、美味しい。いや、日清すごいな、やっぱ、うん、美味しい、うん、美味しい、うまいな、うん、うまいな。今鶏と麺すする音しかないですもんね、今。自然の音に、いや、包まれてる、はい、
美味しいな。あでも保温ボトル持ってカップヌードル持って、うんはい、山で食べるだけでも、うんうんうん、すごくいいと思う。全然違います。美味しいな、うん、せーの、一番うまい食べ方は外だ。うん、トレイル見えてますね。ねえ、かなりはっきりした。いい森だな。ねえ、気になりますね。カップヌードルだったら何味派ですか？僕は強いて言うなら、僕はこれが一番好きかな。あのそうですね、赤いレギュラーのやつ、うん、僕もです。こうルーシーがちょっと残った時に、そのまま掘り込む。そうアルファ米を。モンベルで買えるアルファ米ですが、これを入れる。入れます？いいですか？ちょっと入れてみます。ありがとうございます。でちょっと混ぜて、はい、ちょっと待って。クノールみたいな。わかりやすい。そうクノールシステム。あれ混ぜるの忘れたとき悲惨っすからね。めっちゃ固まるやつ、ね、これね、ちょっと待たないといけない。そうですね、これはこれで待ちます。まあ、その時間も、はい、楽しみながら。これなんかあれですか、ダクトテープつけてるの意味あるんですか？あ、これは、はい、いい質問ですね。いい質問ですね。食事の回数をコントロールできる工夫ですね。なるほど。あのこういったやつの中にこの半分ぐらい入ってたりするんですよ、はいはい、まあ、このパッケージに対して、うん、なんでこの中には実は2つ分のアルファ米を合体させて乾燥剤を抜いてるんですよ、はい、で今回みたいにこの中で食べるんじゃなくて、こう分量を分けながらちょい足しで使うっていう、はいはい、そしたらゴミが少なく減るの、少なく済むのと、はいはい、量が減った時にちっちゃくまとめてできるっていう。なるほどなるほど。だからこの中で食べると全部食べきらないといけないですけど、はい、そうですね、これをもう入れ物として保存容器として使う場合は、そう、なるほどなるほど。6泊7日になるか、はい、うん、もしかしたらどっかで停滞するかもしれないみたいなことが出た時は、はい、この量を調整することで1日伸ばせる。まあ量は減るけど、はいはいはい、だから、食事の回数をコントロールできる工夫ですね。なるほど、おすすめ。はい、もう食べるか。マジですか、もういけます？ちょっとねゴリゴリ硬いけど、せんべいみたいな。ああ、ありますね。うん、うるち米の。そう、うん、おいしい。いけてるでしょ。おいしい。これはこれで、まあ、結構硬い、今ぐらいの時間ですと硬いんですけど、うん、こういう感じでカプヌプロのルーシーを吸った米が、まあうるち米せんべいみたいな、うんうん、おいしい。全然いける。うん、全然いけます。でよく噛んでもらって、消化にね、優しに優しく、うん、このクノールシステムだと、はい、なんか全部飲み切っても全然こう罪悪感ない。確かに。という感じで、はい、カップヌードルプロ、はい、おすすめでございます。おすすめです。アスリート、体作りにも良いというところですね、うん、またこの塩分が疲れた体に良いですね。一口目マジでもう目開けたくないぐらいうまかった。うまい。その口の中の世界に没頭しようってなる、うん、やっぱり山とカップヌードルは相性いいです。相性いいですね。今アルファ米入れて飲み終わったんですけども、もうちょっとこの周りにあったりするんですよ。ネギとか薄いスープみたいな。だからこのお湯を使い切らずにこういう風に入れて
こうネギを周りネギ周りネギを落としまして、まあ、最後薄いんですけどこのまあクッカーのクッカーというかこの食器の容器の内側を洗うようなイメージでこのようにしてもらってこれを飲む卓発的な感じですね。そうです。そうするとゴミとして綺麗、ゴミを管理する時もこう周りに汚れが行きにくい、あくまでも食べれるものは取り込むというのがポイントです。ぜひお試しください。薄いカップヌードル汁も美味しいですから、うん、ぜひ皆さんもカップヌードルプロお試しください、はい、それでは皆さん健康第一で楽しく暮らしてまいりましょう。バイバイ。カップヌードル美味しかったです。美味しかったです。美しい森ですね、高島トレイル。笑って。